皆さんこんにちは、リキューです。今回の動画はテレビについて、TCL から98インチのテレビ製品の発表がありましたので、そちらについて簡単にまとめてご紹介したいと思います。ご視聴の前に、こちらの注意事項をご確認ください。今回の情報はメディアの報道をまとめたものです。先週ぐらいですかね、たくさんのメディアからすでに報道されています。ですので内容については省略いたします。まずはラインナップ時系列でご紹介します。これが以前ご紹介した TCL2023 年までのモデル展開。今回発表されたモデルがこちら C955 という 4K の最上位モデルとなります。バックライトはミニ LED です。続いてインチ展開です。これが前回ご紹介したものですが、これに C955 がこのように追加されました。これによって TCL の2023年ミニ LED の平均インチサイズは大幅に上昇しています。そして今回発表された C955 の特徴をご紹介していきます。詳細の情報は全く公開されていませんので、かなり簡易的なものになります。まずバックライトはミニ LED。ローカルディミングのゾーン数は2000以上と発表されています。そしてピークの輝度も2000ニットということです。それから量子ドットも採用しています。解像度は 4K、リフレッシュレートは 144Hz とメディアの報道で出ていました。サウンドシステムはおなじみの音響です。そして C845 と同じくチューナーレスということも発表されています。価格は98万円。7月20日から予約を開始するということです。ただし、発売の時期はまだ決まっていないそうです。以上が今回発表された内容です。これ以外の詳細のスペックなどはまだ出ていませんし、商品ページにも掲載がありません。それどころかプレスリリースすらまだ TCL から正式に出ていませんので、今回はメディアの報道を集約したものになります。最後にまとめとコメントです。今回のメディアの報道にも書いていましたが、98インチというサイズ、日本ではそれほど大量に売れることはないと思います。当然これは TCL も予想しているそうで、ビジネス向け企業の会議室に使ったり、ショールームとか、そういう用途も想定しているそうです。今回は予約受付の発表です。で、発売日が未定。なので、形としては受注生産に近いのかなとも思いました。今後一般発売がされないとなると、なかなか厳しいかなと。というのも、受注生産のみとなると、他のテレビ製品のような流通在庫が小売店の間で値下げされる価格競争になる。そういうことになりませんから、このまま98万円から下がらないという可能性も大いにあるのかなと思ってしまいます。そして発表されたスペックの中で言うと、ローカルリミングのゾーン数は2000以上。そして C845 と比較しますと、面積比で考えても C845 よりはグレードが上の製品になるかなとは思います。ただそれでも、競合製品と比較すると、85インチの Z970M が推定のゾーン数でこれ以上だと思われますので、これも面積の違い考えると、今回の TCL の製品の方がゾーン数が少ないという可能性も十分あるかなと思います。なのでインチ数はだいぶ違うんですが、85インチの Z970M が今実売で68万円ぐらいです。そして今回の製品は98万円ということで、まあ98インチだから98万円にしてしまえみたいな値付けなのかなと思うんですが、テレビ製品として出すとなかなか厳しいかなと。他のメーカーの製品がないので比較対象できないんですけれども、そういうこともあって85インチとかのモデルが比較対象になってしまうかなと思いますので、どうなんだろうなと思います。一方でビジネス向けに目を向けると、98インチのモニター製品っていうのはいくつかもう出ています。で、その価格帯というのがだいたい100万超えてくるようなレンジですので、100から150ぐらいが多いと思います。なので、その中で98万円というのはかなり魅力のある価格なのかなって思いますので、やっぱりそっちが本命なのかなという気もします。そして今回発表された98インチというのは、日本ではほとんど馴染みがありません。ジャパンネクストが一部モデルを展開していますが、あれはどっちかというとモニターに近いのかなとは思います。一方、海外では98インチというインチサイズは、インチ展開の中の最大インチサイズとして登場することが最近増えていまして、今回 TCL が日本でも98インチをラインナップしてくるということで、競合メーカーも追従する可能性が出てくるんじゃないのかなと思います。例えば、ソニーも海外では98インチ出していますし、ハイセンスも98インチ持ってますので、その辺が追従してくれば、日本でも大画面化がさらに進んでいくんじゃないのかなと感じました。というわけで今回は TCL から98インチミニ LED バックライトのテレビ製品
発表されました。そちらをまとめてご紹介いたしました。今回はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。